sm-1mr を発射するマーク 13gmls マーク 13gmls はアメリカ合衆国が開発したミサイル発射機システム発射機は単装で主として rim-24 ターターや rim-66 スタンダードといった艦隊空ミサイルを発射するために用いられるターターシステムの重要なサブシステムとして RIM-24 パーターや RIM-66、スタンダードといった中距離艦対空ミサイル、ハープーン艦対艦ミサイルを発射することができる。搭載艦の退役に伴って、アメリカ海軍においては徐々に現役から退きつつあるが、退役した搭載艦の輸出によって、アメリカ国外での使用国はむしろ増加している。日本の海上自衛隊でも、 ミサイル護衛艦の一部が搭載している。マーク1 3ライブマーク1 3 g m l s は、発射器、弾薬庫、操作装置という三つの主たる要素より構成されている。発射器部分は、単装で、初期のターターシステムのマーク1 1 g m l s や、デリアシステムのマーク1 0 g m l s で用いられていた、連装発射器よりも、同時装填数は少ないが、旋回。 不行と再装填の迅速化によって、発射速度についてはむしろ向上しており、初段の発射までは7.4秒、初段の発射後、8.1秒で時段を装填、発射することができる。また、モーっと4以降のバージョンにおいては、ハープーム艦隊艦ミサイルの発射も可能になっている。弾薬庫部分では、二重の臨場に、 ミサイルが配列されており、マーク13では40発が収容できる。小型化されたマーク22では一重となって16発を収容している。ここに収容されたミサイルはホイストによって発射機まで溶断され装填される。操作装置は操作や動力供給、動作確認を担当しており、動力を担当する e p 一、操作を担当する e p 二。 電子系統を担当する EP3 の3つのパネルによって構成されている。マーク13モッド1。発射機部分、弾薬庫部分が見えている、リュッテンス級駆逐艦 D186、メルダースマーク13は、従来のターターシステムで使用されてきた、マーク 11GMLS に代わって、チャールズ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦14番艦、バークレーより搭載を開始した。 初期のモット0からモット3までは運用できるミサイルは RIM-24 ターターや RIM-66 スタンダードといった中距離艦対空ミサイルに限られた。その後、モット4からモット7においてはハープーン艦対艦ミサイルの運用能力も付加された。ミサイル装備をマーク13に一本化したオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートにおいては 本システムより、アスロック対戦ミサイルを運用することも検討されたが、対戦戦闘のコンセプト開発の結果、これは実行されなかった。また、マーク13をベースに、小型、軽量化された、マーク22も開発された。これは、ハーブーン艦隊艦ミサイルの運用には対応せず、RIM-24 ターターや RIM-66、 スタンダードの運用のみを実施した。弾薬雇用量は16発で、搭載艦は、ブルック級、ミサイルフリゲートとバレアレス級フリゲートに限られた。アメリカ海軍、イタリア海軍、オーストラリア海軍、オランダ海軍、海上自衛隊スペイン海軍、中華民国海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、フランス海軍。ありがとうございます。